ご機嫌ようガラクタやオルドです今回もですねいつものを買ってきましたもう説明しなくても分かるよねっていうのとあとフルボトルフルボトルに限らずなんですけどメッキ版を片っ端から買ってみてほしいみたいな話が以前のなんか動画のコメント欄であったんでまたメッキ版を一つ買い足してみましたスマホのメッキ版ですね まあ、ウルフ持ってないんでしょうがないんですけど。と、あと、一応、いちごのデラックス版地味にあの、いちごのデラックス版は持ってなかったんで、買い足しておきました。じゃあ、見ていきますか。まあ、価格はいつも通りで、今回は、あの、忘れずにちゃんと8個詰めてきたと思うんで、 まあ8個で88円なんで、まあバグですねっていう、そういう話なんですけど。まずレーダーですね。まあ色合いからして、なんか普通のと比べて色が薄かったんで、これ多分クリアバージョンじゃないかなと思って買ってきました。で、あと、木は、なんか木は前回も買った気がするんですよね。でも一応買っておきました。で、ライダー版。これも前回買いましたね。 多分。で、オーズ。オーズって持ってたっけなと思って。なんか、地味に持ってた記憶がなかったんで、オーズも買っておきました。と、あと、ドリルのクリアカラー。なんだかんだ言ってこれも持ってますね。前回買ったし、なんならあの、ずっと前から持ってたんで、これ3個目です。で、牙。あ、これ2個目ですね。 よ。1> <後>1 <laughs> とあと響き響きはなんだかんだ言って持ってないんですよね。なんで多分響きはこれが1個目だと思います。で極めつけがこれだよこれメテオストームのガチャポン版やばくね <laughs> これやばいですよ。しかもちゃんと電池電池どうなんだろうなこれ。 生きてるかなこの電池多分どうなんだろうな電池電池が嫌な予感はするけどまあ大丈夫でしょうね多分というわけでまあ電池が手に入り次第にならそうかなと思いますというわけで今回はまあまたいつものやつを買ってきたっていう動画でしたなんかいつものやつの中にしれっとメテオストーム紛れ込んでると やばいいよねっていう <laughs> そのレベルなんだよねもう。というわけでご視聴ありがとうございました。よければ高評価チャンネル登録お願いします。